東方特撮、東方特撮映画の怪獣対策組織、東方特撮映画の怪獣対策組織では、東方制作の特撮映画に登場する怪獣対策を行う組織全般について述べる。本校では、ゴジラシリーズに登場する組織を中心に解説する。ゴジラをはじめとする、東方怪獣映画群では、もともと怪獣を迎撃する組織が、 自衛隊以外の名称で登場することも少なくない。撮影にあたっては自衛隊の協力を得て、実際の兵器の稼働シーンなどが撮影されているほか、東方特撮映画独自の核兵器も登場している。東方特撮映画に登場する、怪獣対策組織全般を指して、このように故障されることがある。これは、ファンなどの間で使われるものであり、正式名称ではないものの、 この故障が使用された例としては1991年に宇宙船でウェーブのプラモデルを取り上げてプラモデルで味わう東方自衛隊アフフコレクションの見出しで特集したりモデルグラフィックス136号1996年3月号 P154 において戦え平成東方自衛隊の見出しで特集が組まれたほかフランケンシュタインの怪獣 サンダ対ガイラに登場した自衛隊の装備をレジンシェフと受けダ団がレジンキャストキットとして商品化した東方自衛隊 L 作戦セット A、同 L 作戦セット B、ゼネラルプロダクツがペーパークラフトとして商品化した東方自衛隊メーザー札重工戦車などがある。ゴジラからメカゴジラの逆襲までの15作品でおよそ半数に登場する組織。 自衛隊法が発行されたのは、第一作、ゴジラ公開の1954年であり、制作当時はまだ自衛隊が存在しておらず、全身の保安隊だった。そのためにこの名称を使ったと見られ、第一作目では自衛隊ではなく、海上保安庁がクレジットされている。一行、1970年代までの、東方 SF 映画では、日本の軍事組織として防衛隊もしくは、 防衛軍という名称で登場することもあった。防衛隊で使用される兵器は、ほとんど現実の自衛隊の装備そのままで、例外は24連装ロケット放射程度。架空兵器が登場するのは、主に A サイクル光戦車のような必殺兵器や、特殊潜航艇薩摩のようにストーリー上の必然性がある場合のみに限られる。日本に実在する現実の防衛組織、 前説の通り1970年代までの東方 SF 映画の多くは防衛隊等の架空の組織で登場していたが、空の大怪獣ラドン、大怪獣、バラン、モスラ、キングコング対ゴジラ、海底軍艦、宇宙大怪獣ドゴラ、フランケンシュタイン対地底怪獣、フランケンシュタインの怪獣サンダ対ガイラ、キングコングの逆襲、ゴジラ対ヘドラなどの作品では、劇中の故障、 脚本の表記、兵器の機体に書かれた文字は、自衛隊となっていた。ゴジラ以降のシリーズでは、一貫して自衛隊の名称で登場する。続く、ゴジラ VS ビオランテからは、協力防衛庁と明記されるようになった。同作品では、バラン以来約30年ぶりに、海上自衛隊が、東方海獣映画に登場している。国連自衛対作センターとして撮影された。 東京工科大学の研究棟英国連 G 対策センターはゴジラ VS メカゴジラゴジラ VS スペースゴジラゴジラ VS デストロイヤに登場する架空の施設機関1992年度重なるゴジラの脅威から世界を解放するために発足本部は茨城県筑波市筑波山のふもとに設置され世界中の軍隊科学者の英知が ゴジラに対する対策や対応をすべて担っている。ゴジラ VS スペースゴジラでは G 対策協議会、ゴジラ VS デストロイヤでは G サミットが開かれ外部の専門家を集めて対策会議を行っている。ゴジラ VS ビオランテでの日本政府のゴジラに対する警戒態勢レベルはそのまま引き継いでいるようである。ロゴマークは 国際連合機関で用いられる地球と月桂樹をあしらっており、地球にはゴジラのシルエットが描かれている。英語表記は G-Force。国連 G 対策センターに所属するゴジラ、迎撃専門組織。世界中から若く有能な人物を集めて組織されたゴジラ抹殺を最大の目的とする精鋭部隊である。ゴジラ2000ミレニアムに登場する。 内閣府内閣官房安全保障室直属の組織。局長は内閣官房副長官の片桐光雄。1998年に設立。迅速で独自の決裁権の行使でき、日本国の内外で発生する様々な危機に対応する。本部は東京都霞が関一丁目の官庁外にある。CCI とはクライシスコントロールインテリジェンスの略。 ゴジラメガギラス G 消滅作戦に登場する日本独自のゴジラ対策機関通称徳 G 体 AGDHQ とも呼ばれる1996年の首都大阪への襲撃を機にゴジラ災害に対処するため1997年に防衛庁内に組織されたクリーンエネルギーファクトリーの養殖にあった杉浦元彦が本部長を務める英語表記は g グラスパー特 G 隊所属の対ゴジラ戦闘部隊。隊長の辻森キリコ3歳以下、各自衛隊から、志願、選抜された5名という少数精鋭で、ゴジラの捜索情報収集、進行阻止、撃退を実施する。怪獣総進撃、ゴジラモスラキングギドラ大怪獣総攻撃に登場。ここでは、大怪獣総攻撃の防衛軍について述べる。 地流の開発拠点である防衛省ゴジラメカゴジラ及びゴジラモスラメカゴジラ東京 SOS に登場。自衛隊の中でも対特殊生物戦闘専門の部隊として陸海空山軍と並ぶ第4の部隊。特性とは対特殊生物の略称で正式名称は対特殊生物自衛隊。劇中では特事とも呼ばれる英文略記号は JXSDF。1966年、陸上自衛隊に66式メーサー撮、重工戦車が配備され、外苗船に投入された際、その高性能が、選手防衛を超えているとの懸念が広がったため、メーサー撮重工戦車を運用する専門の部隊として結成された。このため特製自衛隊の有する戦力は、通常の防衛出動には使用できないことに、 なっているが、逆に、陸海空の支援を受けることは可能。自衛隊という名称によるリアリティとフィクション性をうまく組み合わせた組織と言える。当初は、司令部拠点を千葉県にある奈良市の中屯地に置いていたが、三式気流完成後は、東京都郊外の八王子中屯地に司令部を移転した。2003年2月に完成した三式気流を運用するために、 隊長である、東3歳以下、特製自衛隊のエリすぐりの隊員たちで結成された、オペレーションチーム。AC-3 白鷺に乗って、気流の搬送及び操縦を行うことを使命とする。ゴジラモスラメカゴジラ東京 SOS では、名称が、第一気流隊となっているが、第二以降の気流隊は、劇中では確認されていない。ゴジラファイナルオーズに登場。近未来。 20XX 年、世界中で核実験や戦争が頻発したことにより、眠っていた多くの怪獣が目を覚まし世界各地に出現した。これに対抗するため国際連合により創設されたものがこの地球防衛軍である。彼らは空中戦艦や戦闘機体、戦車部隊などの協力かつ最新鋭の装置や軍備を持ち、これらで怪獣による被害に対処する。 組織としては、国境、民族の枠を超え、世界中に支部を持っており、本部は、東京都臨海地区に置かれている。司令官は、並川玲子。また、この中には、M 機関という特殊な部隊も存在する。ありがとうございます。